オーストラリアを倒したバーレーン先発メンバーが武器に。バーレーンは全員が国内組、強豪アルリファーで固めてる。そっちのパターンね、前回の最終予選でのサウジと思っていいな。代表組の8割がアルヒラルとアルアハリだった頃のサウジマジで強かった。クラブの連携と戦術そのまま代表でやるんだもん。完全アウェイのバーレーン戦は厳しい戦いになりそうだな。中国よりも何倍も強いし、オーストラリアが押し込んでたしバーレーンが強いわけではない。エリア内ガチガチに守ってくるから外からバンバンミドル打てばいい。中東ってカウンターの質高いよ。前回負けたサウジ戦は普通にこの質で剥がされてたし守備は結構不安だな。中国はロングボール戦術ではなくビルドアップにチャレンジしてくれたから日本としては組みやすかった。次戦のアウェイバーレーン戦、これは全然違う考え方で臨まないといけない。バーレーン戦、中国戦でフル出場だった選手を基本的に先発させない方向で考えると、3バックより4バックの方がしっくりくるメンツな気がする。なんつうか、もうこのメンバーならワントップ諦めて上田小川入れずに久保レイトップ試してくれないかな。久保のトップ下かなりいいけど、一度でいいから久保レイトップ起用で試してほしい。3トップで三笘久保伊藤にしてトップ下に南野なら攻守のバランスアジア相手なら一切隙がないんじゃ。バーレーン一人も知らん。